本日は11月20日です。時間は5時15分、まあ早朝ですよね。いや今週は良かったですね。セールさえ入れとけば勝てるというね、むちゃくちゃ勝てるという、もうむちゃくちゃ勝てました。で昨日も勝ちました。ところでですね、そろそろこのセールの動きが止まって、またもう一息セールに行くと思いますけども、私はもうエントリーしません。十分今週の目標は20万突破達成しましたんでね、それから勝ち続けると平常心がなくなりますんで、このあたりでね引いておいて利益を確定させて、あとは高みの見物をしようかと思います。もしね私がここまでエントリーし損ねていたら、もう一回だけセールでかけると思いますけども、私の場合は3戦3勝、いや4戦4勝ですかね、今回はね全部取れましたということなんで、あと1日はちょっと静かに待とうと思います。それでは画面を切り替えていきますね。皆さんもね、私に相乗りした方、自分の判断の方いろいろいると思いますけども、しっかり勝てたんじゃないかなと思いますよね。はい、ではねこのチャートを見ていきましょう。私が取れたのはここですよ。このグワーッと、これ簡単でしょ。これはで今思えばセルばっかりで良かったと思いますけども、気がついたのはここなんですよ。ここからセルが起きる。なんでそれが気がついたかというと、だってこういう風なチャンネルラインが引けるじゃないですかね。それで高い時間軸、ウィークリーとかマンスリーは完全にセルなわけですよ。だから大きな時間軸が売りだった場合は迷ったら売りなんですよね。だからデイリーは売りで見ていけば良いと、マンスリー、ウィークリー、デイリーが売りの時に4時間も売りなら1時間は売りになるということですよね。じゃあ4時間見ていきましょうね。しっかりとここからもうこういうふうにね、ここからですよ。ここから来てますからね。ここから来てて、ここにボックスが多少あって、見方によってはこう三角形になると、それをブレイクしたところからズバーッとね取っていけたということですね。一旦組み上げてズバーッと取っていけたということですね。で今ここになってるわけですか。ちょっとだから止まってましたね。もう一息いきますよ。でももう一息いくと思います。ここですからね。でも私はもうここはいりません。ここはもう狙いに行きません。十分ですもんね、今週は。エントリーすればリスクが入りますからね。目標利益いったらもうやらないってことです、はい。私が寝ていてやらなかったのはここです。あとはずっとエントリーが入ってました。NG を書いて。で、NG を書いて上の方にイレギュラーがあったんですけども、またね、ドカンと落ちて。で、ここでね、ダウのトレンド転換起きてるんじゃないかなと思わせるところもあります。その疑い半分。あとは組み上げてもう一回下に行くというね、 N を書いてネックラインを越えていくっていう思いが7割ぐらいですかね。ダウ転換の起きる可能性は低いと思います。まだセルの方に向かうと思いますよ。ということでね、今週私はエントリーしませんけども、もしエントリーするとしたらセルですね。セルでもう一息取っていけると思います。皆さんはね、今週どうだったですかね。なんかね、晴れ晴れとしたような気持ちです。今週ね、このぐらいの透明さでチャートが見れていれば、私は億万長者ですよ。そのぐらい自分の相場解説と現実がピタッと一致しましたね。たまにこういうことがあると、やったなって感じがします。皆さんもいかがだったでしょうか。あ、俺も分かった、私も分かったって方いらっしゃるんじゃないですかね。それはね、実力が上がったってことなんですよ。自信を持って次のチャート、相場にも取り組んでいただきたいと思います。それでは、今日で終わりですんで、また来週ですね。それから FX の基礎講座。提出いただきまして本当に課題の方ありがとうございます。たくさんの課題当然ですけども届きましたんで、添削の方も大変だったんですけども、一区切りつきましたんでね、一日お休みを挟んでですね、また今度はね第3章に入ろうと思います。まだまだ続きます。今FX の基礎講座は半分終わったところですからね。まだあと12月の後半まであと半分ありますんで、一緒に頑張っていきましょう。それでは失礼します。